皆さんこんにちは。シンゴリアンチャンネルへようこそ。シンゴリです。はい、こちらダートニオプラスワンとキクラケルベリースパイダーでは、この中に恋子たちを投入していきます。ちょっともうね、酸欠気味なのでドバッとこんな感じですね、入れていきます。もうキクラが一気に食べましたね。ダトニオはあまり動かず、はい、ではオスカースイスをナイフとかね、ポリプとか泳いでるこちらの方にも小イコを入れていきたいと思います。さあ、この生きがいいのを一気にドバっていきます。アルビノのオスカーはこうガンガン行くんですよね。意外と他のオスカーは見て見ぬふり。まあでもね、正直オスカーはそんなにこうやって生き餌ね、食べなくてもいいんですよ。なんでかっていうと、普通に人工餌いっぱい食べて大きくなってくれるから。このね、アルビノがガンガン行くんですけど、そんなに、まあ、行かなくてもいいよっていうぐらい。ポリプたちは、まあ、こちらにいるんですけど、結構夜行性なんであんまり動かずですね。ナイフもね、奥の方行っちゃいましたけど、もう多分何匹か食べてるはず。今ナイフ食べましたね、ああやって。こうね、流木をいっぱい入れてるのはオスカーがね、ポリプたちにちょっと噛みついたりいたずらするんで、で、ね、隠れれるようにやっています。
何日持つか。まあこんなでっかい魚がガツガツ食っちゃうとあんまり持ちが悪くなっちゃうので、まあ人工餌も入れつつ調整をしていきます。こっちもね、もうお腹パンパンなんで、このキクラケルベリーダートニオプラスワン、しばらくはもうこの小イコ漬けで育てます。ただまあ小イコがあるのは本当この時期だけなので、これめちゃくちゃ安いんで、まあ状況によってはもう一回買ってもいいかなっていうところですけど、まあちょっと様子見ですね。はい、まあこんな感じでね、小イコ 800g、1200から1500匹まあ、投入しました。なんか一瞬でなくなりそうですけど、まあ様子見ながらやっていきたいなと思います。それでは皆さん、今日もありがとうございました。いずれまた。